一般社団法人日本競輪選手会は、日本の競輪選手を会員とする一般社団法人。2020年10月29日現在の会員数は2360名で、理事長は佐久間茂光。競輪の創設とともに、各地に結成された競輪の選手会を全国的に統合するため、1951年5月9日に、 日本プロフェッショナルサイクリスト連合として結成され、翌年4月より、社団法人日本競輪選手会として、正式に発足した。選手会支部は37都道府県に設置されており、競輪選手はいずれかの支部に所属しなければならず、無所属の場合は競争の圧線を、ジャカから拒否される。また選手に対し非常に強い権限を持っており、事実上、 選手の雇用主としての側面もある。一般の報道などで、競輪選手の身分を紹介する際には、日本競輪選手会、または、チェイプク所属と表記されることが多い。役員は、理事長1名、専務理事1名、常務理事2名、常任理事8名、理事5名、幹事3名となっており、内理事長、専務理事、常務理事の4名は、常勤役員である。 選手会の役員は現役の競輪選手であるものの特に上勤役員となると選手会の公務で多忙となることから競争へは参加しておらず事実上の引退状態となっている通常現役選手は理由の遺憾を問わず3年間欠場を続けると選手登録を強制的に少女される規定となっているが役員の場合は例外的に登録少女にはならない規定があり 現理事長の佐久間茂光のほか常勤役員である金子正人、安田光義、小原勝美も現役選手ながら競争に参加しておらず公務に専念している。競輪選手が競輪以外の自転車競技に関わるときは関連団体の日本プロフェッショナルサイクリスト協会を通して行っている。なお JIP カは競輪以外のプロ自転車競技選手も登録している。 競林選手は選手会に入会すると同時に共催会にも入会するシステムになっているという。また、現役選手に対しては30万円を上限として無利子で融資する制度もある。他にも競林とは関係ない独自の事業を行って選手会への積立金を立て会員に還元する試みを行っている。2021年1月時点の役員。 役員は公認会計士、弁護士を除き支部長兼務。2021年1月時点の支部と支部長。選手会役員は支部長兼務のため省略。各支部。ありがとうございます。